宮島大典は、日本の政治家、長崎県議会議員、衆議院議員、防衛大臣政務官、民主党副幹事長などを歴任した、長崎県佐世保市生まれ、西英文中学校、高等学校、一橋大学社会学部卒業。1991年、長崎県議会議員選挙に立候補し、初当選。1995年、 第17回参議院議員通常選挙に自由、民主党公認で、長崎県選挙区から立候補したが、新進党公認の田浦直に敗れ、時点で落選。1998年、長崎四区選出衆議院議員、金子源次郎の長崎県知事選挙立候補に伴う、補欠選挙に自民党公認で立候補。元自民党衆院議員で、 1995年の参院選で、長崎県選挙区の議席を争った自由党公認の松田クローラを破り、当選。2000年の第42回衆議院議員総選挙では、長崎4区で保守系無所属の北村聖吾に敗れ、比例復活もかなわず落選した。2003年の第43回衆議院議員総選挙では、比例九州ブロック単独候補として立候補したが、 再び落選。その後自民党に離党届を提出し民主党に入党した。2005年の第44回衆議院議員総選挙には民主党公認で長崎4区から立候補したが、再び北村に敗れた。2009年の第45回衆議院議員総選挙では長崎4区で北村を破り、9年ぶりに国政に復帰。2011年、 民主党副幹事長に就任。2012年10月、野田第三次改造内閣で防衛大臣政務官に任命された。同年12月の第46回衆議院議員総選挙では、再び北村に敗れ比例復活もならず落選した。2014年12月の第47回衆議院議員総選挙でも北村に敗れ比例復活もならず落選した。 2017年の第48回衆議院議員総選挙に希望の党公認で立候補したが落選した。その後、希望の党が分党した際は国民民主党に参加した。次期衆議院選挙には長崎4区の党公認候補として内定していたが、その後、翌2019年4月の長崎県議会議員選挙に無所属での立候補の意向を表明したことにより、 国民民主党は2018年10月31日付で公認内定を取り消した。2019年4月7日、投開票の結果、当選。当選直後は国民民主党の党籍を有していたが、2020年2月17日には国民民主党や社会民主党、立憲民主党などで構成される県議会会派、改革21を離脱し、一人会派。 オール長崎を結成した。ありがとうございます。